はいどうもこんちゃばしらー、ちゃばしラジオの時間です。今回は第12回ということでね、さあ頑張っていきましょう。それよいしょー。ってわけでちゃばしラジオ12回やっていきたいと思います。ね、今回の放送までになんかいろいろあった気がするんだよね。録画する今たったこの時までは、録画し始めてからあれそんなあったっけと思って、ウマ娘がバルゴハイ確かバルゴハイがマイル、アキ、ババリョウ、右回りってことで、また水着丸善スキーがめちゃめちゃ強そうです。あ、そうそうそう、ウマ娘に青春杯っていう新しいストーリーがね追加されて、これがめちゃめちゃ楽しい。なんかね、今までのストーリーに追加でなんかチームメイトが増えて、でその人たちと青春魂を覚醒させて情報上げていきましょうみたいな、青春だねっていうのと、あとギルティギアに追加キャラでジャック王が来ました。前作だとボタン一つで家を建てれてちょっと怒ってたんですけど、なんか今回はやっぱ違法建築はどこぞの姉派建築士みたいにダメだったみたいで、家は建てれずサーバントだけ召喚できるようになってて、でもそのサーバント今回はサッカーボールみたいに蹴れて、でその蹴ったサッカーボールになったサーバントと他のサーバントがぶつかるとお互いに反発しちゃって、なんかなんつうの、飛ぶ方向が変わるっていうか、なんかすげえ難しそうなキャラになってました。なんかね、今回ストライブは全体的にシンプルにコンボも難しくしませんっつってたのに、なんかすんげえ難しいキャラだけどいきなり DLC が大丈夫なのかなと思いました。あとなんか調整でね、ソルとかは落ち着いたみたいですけど、なぜかラムレザルは俺が使ってきたキャラ史上初めて加工をされたので、でも加工っつってもそんな響かなかったからまあいいけど、大きな調整はね今月じゃなくて、今月っていうかまあ先週の話なんだけど、8月のじゃなくてね、10月にやるらしいんで、まあまあまあそれまでは今一番モチベもあるしギルティやっていこうかなってなると思うじゃないですか。なるじゃないですか。違うんですよ、今年、今月は9月といけばメルティブラッドの発売月なんですよ。今回のちょうど今日9月2日今回ね、なんか収録が遅れたんで多分投稿も1日遅れると思うんですけど、1日2日ね、なんかノエルっていう格ゲーマーなり一度は聞いたことあるような名前の新規キャラがメルブラに追加されてて、そいつがねなんかいい感じだったんで、俺もともとアルクエイド使おうかなって思ってたんですけど、アキハも好きだけどアキハは倒す側に回りたくて、だけどそのノエルってキャラのモーションと技がなんか結構いい感じで、しかもスタンダードキャラっぽくて使いやすそうだったんで、ちょっと今はノエルに興味があります。9月はなんか毎週新キャラ発表で、発表が終わると同時に発売日みたいなことをやってくれるらしいんで、毎週楽しみです。グラブルがなんかがこの間ベリアル倒しました、3回。いやー楽しかった。やっぱ難しいエンドコンテンツはね、今回はいつもやってるメンバーじゃなくて別の友人のとこに呼ばれたんでそっちでやってたんですけど、久しぶりにお話できたのもありますけど、それ以外にもやっぱなんていうんだろう、初挑戦というか安定しないって言い方も変だけど、高難易度コンテンツはすげえ楽しかったなという感想。みんなで声掛け合いながらやるのはね、やっぱああいうなんていうんだろうね、俺あんまやらないからなんていうゲームなのかわかんない、 RPG でいいのかなの醍醐味かなと思いました。こんな感じで今回のお便りの買ってよかったもの、最近買ってよかったもの
に行こうと思うんですけど、その前に俺ね、前回ね、お便りを見逃してたの、この俺が。いやーね、やらかしましたよ、初めて。いや、いつも、4PP の DM のね、お便り見たら、ハートマークで反応してるんですよ。だけど、ハートマークね、押せてなかったんですよね。なぜかというと、既読になってたから。ということでね、今回は、前回読み忘れたお便りから読んでいきたいと思います。ということでね、行きましょう。昔ハマっていたけど、やめてしまったものですね、前回。おちゃらじのお便りです。ペンネーム、歴戦のグレン魔術師。グレン？歴戦のグレン術師さん。はいはい。この前のチャンドラと似たような赤使いの人ですね、多分。おちゃらじのお便りです。2年くらい前まで、毎月、月1回 TRPG をしていたのですが、ほう、TRPG ね。みんなで集まって、本と紙に書いてある、やるあれね。ゲームマスターが時間を取れなかったり、ご時世ということで集まりづらくなってきてしまったため、最近はめっきりしなくなりました。まあね、TRPG はね、ネットでできるならあれだけど、みんなで集まってやろうとなるとどうしてもね、机囲んでやることになるし、みんなで集まって喋ることになるからね、この環境があまりよろしくないって言われたらよろしくないね。確かに集まりづらいかもしれない。また落ち着いたら準備をしてやりたいとも思っています。おお、前向きな姿勢。いいね。このままフェードアウトするよりね、またみんなでやりたいと思う気持ちは大事だと思います。茶柱さんは何か理由で辞めたけど、また機会があれば、やりたい、ハマっていたものはありますか？よければ教えてください。ということです。っていうのもね、このね、また辞め、理由があって辞めたけど、また機会があればやりたい、ハマっていたものってやつ。なんか昨日じゃないな、前回。気もするけど、やっぱね、オンラインの RPG ゲーをみんなでやりたいなぁとはたまに思います。そういう意味でちょろっと最初原神触ったんですけど、原神って4人までじゃないですか。そうじゃなくて常に街にオンラインの人が全員いてっていうあれがいいんで、ちょっと違ったんですよね、あれはね、求めてたものと。そういう意味でやんなくなっちゃいましたけど、そういう意味ではそういうなんかメイプルストーリーとか FF14 みたいなオンラインゲームは機会があったらやりたいなぁとは思ってます。まあ、やめちゃった理由はね、メイプルストーリーやめちゃった理由は単純に時間と別のゲームにハマったからです。結局なんかね、メイポもそうだったけど、 RPG 系が肌に合わないのは多分あるんだよね。しゃあないけど、強くなった先に何があんのってなっちゃうんだよな。ただオンラインのやつはまだ先があるからいいんですよ、メイポとかね。だから続くんですけど、グラブルとか一人用はダメ、もう無理、絶対続かない。なんかね、強くなってゴールしても達成感はあれど何もないじゃないけど、物語を楽しむなら小説とかノベルゲーでいいじゃないってなるし、やり込み要素をクリアするって言ってもそれはクリアできるようになってるじゃないって思っちゃうんだよな。まあいいや、終わりこんな暗い話は。ということで、そんな感じです。読み落としてですいませんでした。ということでね、今週のお便り、なんとね、今週のお便りはね、2件来てるんですよ。超多い、今までで最多、前回の倍。ということで今回のお便りに行きたいと思います。まず1件目、最近買って良かったもの。ペンネーム、ハンドルネーム、ラジオネーム、ラジオネームか、琥珀さん。
最近買ってよかったものは PC と光回線、まあ、光回線は買うっていうより契約だよね。まあいいか。あとはゲームが数本なんだけど、スプリットゲートってフリーゲームがポータルとヘイローを足したようなゲームでとても面白かったですとのことです。ヘイローわかるんだけど、ポータルってなんだ？ポータルって言葉だけ聞いても通り抜けフープしか出てこないんだけど、そんな感じの？ヘイローみたいに FPS だっけ、あれ FPS でいいんだよね確か。 TPS と FPS の差がいまいち分かってないけど、確か FPS だった気がする。いや、TPS だっけ？いや、視点変えれるから、どっちでもあるのか。まあ、いいや。ああいう人たちが、通り抜けフープで移動していく感じ？あれ？ポータルってタイムトラベルものだっけ？あ、そういう系のゲーム。なるほど、なるほどね。まあ、パソコンはね、買い替えた瞬間は、もう、何でもできる気がするというか、今まで俺のパソコンはこんな貧弱だったのかと思うのはね、とてもよくわかります。中学校の頃よく経験しました。いつもね、毎回自分のパソコンは親のお下がりだったから、親が買い替えると自分のとこに来て、おすげーってなるのを何回も繰り返してたね。そのうち3つを1個にしたりしてたんですけど、ね、スロットの数に限界が来るから、そんなメモリ結局させなくてあんま増やせないみたいなね。そんなこともありました。最近買ったゲームなんかあるかな？最近買ったゲーム。最近買ったゲーム？今ね、ゲームの棚見てたんですけど、ないですね、買ったゲーム。強いて言えば、青春フラジャイルってゲームは、好きな会社のノベルゲーっていうかエロゲーだったんで、めちゃめちゃ面白かったです。今年のね、クリスマスイブに新作も決まって、とてもテンションが高まってます。クナド国旗だっけな。よければ、みんなも買おうね。ということで、琥珀さん、ありがとうございました。俺もね、パソコン買い替えたいね。というわけで、次。二つ目のお便りです。茶柱ラジオのお便りです。匿名希望なんで、ラジオネームはスケッティでお願いします。はい、スケッティさん。買ってよかったものは、ファミマのいちごミルク。とても美味しかったのでリピートしました。ファミマのいちごミルクってさ、あれ？あのさ、あれ、いくつなんだろう。350よりは入ってると思うんだけど、400ぐらいで、めっちゃめちゃ濃くて、ちっちゃいペットボトルみたいなやつに入ってるやつでしょ。あれめっちゃうまいよね。わかる。俺もめっちゃ飲んだ。あれはいい。わかります。もう一つが、1000円くらいのボールペン。仕事でペンをよく使うので使いやすいです。ボールペンか。ボールペンがね、俺は仕事上あまり使わないんだけど、書くもので買ってよかったなーって思うのは、デッサン用の平鉛筆っていうの、あれ。なんかね、薄いの。薄い鉛筆があるんだ。薄くて幅広の。あれね、折れなくていいんだ。カッターで削りやすいし。おすすめです。1000円くらいのボールペンっていうと、どういうのだろう。あの、ボディがアルミでできてるタイプのやつかな。確かにね、書きやすいのあるよね。ちなみにうちにね、あの、メンバーの影縫いから借りたボールペンが2本くらいあるんだよね。まあ、まあまあまあ、ということで。最後が、ユナイトの課金、オレツ映画できました。以上です。ユナイトの課金で、オレツ映画できるっていうと、アイテムの強化かな？まあまあまあ、俺もね、なんだっけ、あの、急所が上がるやつと、軽石と、力の鉢巻きは、結構レベル上げてます。アブソルのためだけに。特にあのね、急所が上がるやつはアブソルでしか使わないと思うんだけど、一番レベルが高いです。急
急所が命なんで、3000とかダメージ出すのが気持ちいいんだ。というわけでありがとうございました。ね、俺がね最近買ってよかったものがね、まず一つ目が電源タップ、延長コードのあの4つ口とか6つ口のやつ、あれ最近買い替えたんですけど、あのね買うポイントがあって、まあ自分の場合なんですけど、裏面に磁石がついてるやつが良くて、今俺狭い部屋にゲーミングチェアと L 型デスク置いてるんですけど、この L 型デスクに磁石でくっつけておくと線が下垂れないんで踏まないんですよ、椅子で。これね、俺何回も椅子でガリガリ踏むから下に垂れてるコードを iPod 用のケース、ライトニングケーブル2本ダメにしましたからね。クリップで押さえたりいろいろやってるんですけど、結局ね、ずれてくっていうか、外れちゃうんですよね。で、今回、裏面に磁石付きのやつ買ってきて、机の側面にね、ペトってくっつけたんですよ。もうね、最高に快適。最高に快適で嬉しかったからもう一個買ってきて、もう一個パソコンのディスプレイ2枚と、ゲーム用のディスプレイ1枚と、プレステ4とパソコンとスイッチ繋いでる6個口のやつ。それも、その磁石付きのやつにして、線の整理しました。もともと使ってたね、その、携帯とか iPod 充電してた方は、もうね、10年以上使ってた延長ケーブルで、いい加減火事も怖いっていうのもあったんだよね。で、そのパソコンの方に使ってた6つ口の電源タップも、スイッチの火がね、スイッチのランプがゆらゆらしてたんで、電源タップの寿命切れたんで交換しました。火事になったら元も子もないからね、みんなも気をつけましょい。で、もう一つが、100円ショップの、なんか、木目が入ってるっていうのかな。木の、みんなに伝わるかな、木の模様っぽい、なんつうんだろう、フレームの写真立て。これに、今自分は、ポストカード入れてるんですけど、これがね、めっちゃいいの。飾るのに。ちょっと前に買ったやつだからね、これは。知ってる人は知ってるかもしれないですけど、俺写真ツイッターにもあげたんで、これね、いいっすよ。オタクグッズ。よくポストカードあるじゃん。店舗特典とかで購入したらもらえますよみたいな。いいんですよ。もうそれしか言えないんですけど。それに入れて机の上に飾るだけで、なんか、そういう日々があったかのようなね。まあ、その、入れる写真にもよるでしょうけど。すごい、現実味が湧いてきます。こんな感じですかね。万人におすすめできるもの。もうちょっとコアなとこで言えば、アケコンのボタンのゲーマーフィンガーってやつ。普通のアケコンのボタンって1個220円くらいで、色がクリアになると260円くらいで、色がメッキになると300円ぐらいのやつなんですよ、大体。ゲーセンで使ってるのと全く同じメーカーのやつ。じゃなくて、そのゲーマーフィンガーってボタンは、確かね、ドイツ製だったっけな。どうだったっけな、どっか海外のやつなんですけど、まあ、わかんない人はわかんないと思うんで、するっていうのも変だな、こんな短い動画で。ボタンの軸っていうのかな、伝わるかな、カチッカチッってボタン押すとなるでしょ、あれが、アケコンは、もうそれ独自のやつが入ってるんですけど、ゲーマーフィンガーってのは、この軸が、パソコンのキーボードを使ってて、押し心地全部自分で変えられるんですよ。だから、硬いのがいい人がいれば、その銀軸っていうのから、もともと銀軸っていうのが入ってるんですよ。なんか、これが一番標準です、みたいので。から、チェリーだったっけな、チェリーとか、そういう色の、押した時のバネが強いやつとか、キーボードでカチカチ言うのあるじゃないですか。あれがいいって人がいれば、あれ入れ替えればその押し心地にもなるし、ボタンは、基本的にその軸がダメになって交換するんですけど、
理論上入れ替えればずっと使えるんで、コスパも良くて、その軸だけ買うんだったら80円とかだから、すんごい安いし、ただ本体がね、最初880円ぐらいするんでちょっと高いんですけど、その、自分好みにボタンの押し心地は変えれるのと、このね、ボタン、難しいな、これ説明するの。ボタンって、その枠と軸とボタンの押す部分でなってるんですけど、普通のボタンを押すと、なんつうんだろう、チャッチャッチャッっていうのかな、その開けこのボタンの音するじゃないですか。あれって、そのボタンの裏面が下のプラスチックに当たって音がするんですけど、このボタンはそのプラスチックのね、ボタンを押した時にぶつかる部分に、多分だけど、ゴム。違ったとしたら、高反発スポンジ、硬いやつが入ってて、音がね、全然しないんですよね。聞こえるか？これがね、ゲーマーフィンガーの音。これがね、普通のアケコンの音。これね、普通のやつ。これゲーマーフィンガー。全然違うでしょ。押し心地もね、反発力も良くて最高です。おすすめです。自分はね、アケコン魂だったっけな。で、とこの通販で買ったんですけど、アキバの、どんだっけあれ。なんとか伝承。ホビステの横の、なんか、電子パーツショップ街みたいなところにあるんですけど、まあ、そこでも売ってた気がします。まあ、通販だったら、まあ、ゲーマーフィンガー通販とか、そのアケコン魂の通販サイト行って、調べてみれば、いろんな色の組み合わせあるんで。俺はね、桜クリアだったっけな。ボタンを押す部分がピンク色で、枠が透明なやつ買いました。アケコンはね、ボタン変えたり、レバー変えたり、天板変えたり、モチベ上げるのに一役買ってくれるんで、おすすめです。こんな感じで、とりあえず今回の買ってよかったものは、おしまいにしましょうかね。その買ってよかったものってテーマ今話してて思ったんですけど、これ常設コンテンツっていうか、なんか自分が買ってよかったなーってのがあったら、なんか定期的にね使っていこうかな、使っていこうかっていうか、その茶柱近況報告じゃないけど、そんな感じで一コーナーたまに使っていこうかなと思いましたので、多分これは常設化していきます。お便りの中に、その最近買ってよかったものがあったよっていうのがあれば、いつでも送ってみてください。お便り送ってくれた3人の方、ありがとうございました。というわけで、次のコーナー、随分長く感じるけどすごいね。次のコーナーは、茶柱近況報告。ちょっと飲み物飲みます。というわけでね、俺が今最近やっていることの近況報告のコーナー第2回目。まあね、今一番やってることは、青春杯が来たからバルゴ杯に向けての馬の育成し直しかな。とりあえずね、そのキャンサーだよね、前回のマイルっての、時に育てたね、ヒシアマゾンは、まあまあまあスキル構成もステータスも満足できるのがいるんで、とりあえず置いといて、めちゃめちゃ強いその水木マルゼンスキー地固め型を育てるのを目標としつつ、もう一人をね、誰にしようかなーって悩んでる感じ、とりあえずは。今回は、どうしよっかなー。この前のね、レオ杯は、ヒシアマゾン、ヒシアマゾン、グラスワンダー、名勝怒涛って言ったんですけど、あのね、コースの最終、スパートの距離がね、コーナーの時からもうスパート入っちゃってるから、直線一気が遅くて発動するタイミングが、ってなると後ろ客室で加速スキルがそれしかないね。追い込みのヒシアマゾンきつくて全然勝てなかったんよね。
代わりに名勝ドトが大体勝ってくれて、決勝ラウンドまでは行けましたみたいな。ただ決勝ラウンド行けたけど B でも初めて B 落ちたよみたいな、そんな感じでしょげて、さすがに今回はってなってるんで、ちょっと真面目に育成しようってなってます。てのと、格ゲーの方は今はね、結構ストリートファイターじゃなくてギルティやってますね。アップで来たのもあって、まあ、ラムレザルね、ジャンハイスラーが弱くなって、飛びの今までめちゃめちゃ強かった技がね、ゲームの歴史っていうかギルティの中でもずっと強かった技が急に弱くされて、ふんってあれって思ったんですけど、まあまあまあ、そんなそこまでね影響が体感ないので、まあ、キャラも変えずに、とりあえず天井はまだ天井なんで、天井界はまだ行けなそうなんで、とりあえずね天井に1個下の10階までは行きたいなって感じで頑張ってます。ね、その発売前のロケテはずっと巡回10回で安定してたんですけど、まあ、ラムレザルロケテめっちゃ強かったからね、めっちゃ製品まで弱くなってるけど、で今9回で、なんていうの、9回維持し続けてるから、まあ、10回ね行きたいなと思ってるのは、そのうち行けるようになるとは思うんですけど、その後ですよね。天井界チャレンジはきつそう、さすがに、みたいな感じですね。今回のギルディは結構火力出てなんかすぐ死ぬとは言えど、かなり地上、その技の後スキーでかかったりするんで、地上技は地上の差し合いというか、ちょっとねギルティ足すストリートファイターみたいなゲーム性なんで楽しいんですよね、やっててね。1試合すごい早いけど、な感じで、とりあえずメルブラ出るまではギルティをやるのかな。浮気症だからそのうちまたスタブやってるかもしれないけど、こんな感じです。ということで、最近はワルゴハイに向けての馬娘の育成と、メルブラ発売するまでにギルティギア10回以上維持しましょうを目標に頑張ってます。そんな感じで茶柱近況告終了。最後のコーナーに行きます。エンディングというわけで、エンディングの時間です。ね、お便りを3つ読んだんで結構時間もかかり、分量もあったので、こちらも話しやすくてね、とても助かりました。お便りの読み落としは今後は気をつけようと思ってます。そんでね、そのさっきも言ってたけど、その茶柱近況報告の他に最近買ったいいものコーナーみたいなのも常設していくんで、お便りはもっと送りやすくなるのではないでしょうか。てな感じで、次のお題はね、次のお題は実はフリートークにしようかと思ってたんですけど、いやさすがにまだ早くねって思ったんで、最近興味の湧いたゲームとか、最近興味の、もうこれ被るか、いやいいか、最近興味の湧いた生き物でいきましょう。最近興味の湧いた生き物、ステイホーム中でね、まあ、生き物を飼う人も増えてる中、この生き物すげえと思った生き物とか、この生き物飼ってみてえなと思ったのがいたら、ぜひ送ってみてください。もうね、前からずっとこのお便りにしようと思ってたんですよね。今思いついたとかじゃなくて。ということで、次のお便りは、最近興味の湧いた生き物です。それの他にも、さっきも言いましたけど、最近買った良かったもの、こう、最近買った良かったものがあれば、それの報告や、お悩み相談、これ一生来なさそうだけどね、お悩み相談とかあればぜひ送ってください。お便りはね、この動画のコメントか 4PP アカウントのダイレクトメッセージに送ってもらえると助かります。結構長い時間になりましたが、お付き合いいただきありがとうございました。
ということでね、また再来週お会いしましょう。じゃあねー。